ブローバブローバブロバはアメリカ合衆国の時計メーカーブローバコーポレーションが展開するブランドである1875年に宝飾店として創業し後懐中時計や腕時計の分野に進出して20世紀のアメリカを代表する腕時計メーカーの一つに成長した創業以来の企業理念はパーフェクションビフォープロダクションクオリティビフォークオンティ B, U, L, O, V, A と自社の綴りを読み上げるラジオコマーシャルも有名で、世界で最初期のラジオコマーシャルの一例であった。その後、1941年には、世界で最初のテレビコマーシャルも行っている。機械支給で時計の時代から技術力を評価されていたが、現在著名なのは1960年発表の電池支給で時計、アキュトロンである。 一定サイクルで作動する音差を、彫刻が高して、腕時計のムーブメントに組み込むというもので、月差1分以内という当時最高の精度を誇った製品で、腕時計の技術史に一時代を築いた。現在はこの音差をエンブレムに用いている。また、当時のブローバ社は、アメリカ航空宇宙局と非常に密接な関係にあり、ジェミニ計画やアポロ計画に技術提供し、 宇宙船内の兵器や通信機器などに使われた掲示装置のほぼ全てを供給し、計46回のミッションに貢献した。大統領専用機、エアフォース1のキャビンにもブローバー製のかかり時計が採用されている。2014年にはスイスメイドのプレミアムコレクションである、ブローバー級スイス、ブローバーカスイスを打ち出した。男性用は機械式、女性用はクオーツである。 その他、推奨発信紙を3機用いて、機械時計のように滑らかな運針と高精度を誇る、クォーツムーブメント、プレジジョニストムーブメントを開発した。2012年には、機械式時計の精度をユーザー自らが調整できる、業界初の外部ほど調整システム、エファスを発表、キャリーブレーターとして発売した。また、 2013年から2016年5月まで英国のサッカークラブマンチェスターユナイテッドの公式時計スポンサーとなった 360Hz の音差を時間制御に使用する音差式の腕時計であるスイスのバーゼル出身で1948年にビエンヌのブローワに入社したドイツ系の物理学者発明家マックス・ヘッセェル マクセツェルによって1950年から開発が進められ、1960年に市販化された。音差に電磁石で一定サイクルの振動を発生させ、音差そのものの振動を、ラッチ利用で地震の駆動に用いるシステムである。機械時計の脱進機に相当する、ファイ 2mm のインデックス車に320枚の葉を、切れなど、非常に精密な加工を施し、誤差2秒。 日という、当時としては、驚異的な高精度を実現したことで、技術的に世界の時計業界をリードした。初期型キャリバーはカーカー、カロリー214で、他に、カロリー218、カロリー219がある。アメリカ航空宇宙局の公式腕時計の、納入において、オメガのスピードマスターと争い、結果的に腕時計は採用されなかったが、 当初は無重力化で全米とテンプの振動に依存する従来の機械式時がどのように動くかわからなかったため、エクスプローラー計画の搭載時計や宇宙船のパネルクロックはすべて音差式で重力に影響されにくいブローバ製となり、また最初の月着陸を成し遂げたアポロ11号により静かの海に設置された。後に、オメガのスピードマスターにもブローバのメカニズムを採用する機種。 スピードソニックが発売されている。1971年にはレディース用も発売され、1977年製造中よされるまでに4000万個以上を販売した。しかしながら利益を独占するため、音差機構のパテントを積極的に公開しなかったことが成功などの競合メーカーを推奨発信式時計の開発に向かせることになり、 音差時計の技術を単独で開発しなければならない状況に陥ったことで小型化、省電力化、精度向上等技術革新が進まず、このことが結果として音差式ムーブメントの衰退を招いた。日本国内のメーカーではシチズンが共同でグローバシチズン、原子チズン電子を設立し、音差式時計ハイソニックを製造、販売した。ハイソニックの内部構造は、 アキュトロンに告示している。電池は、この頃一般的であった 1.35V の水銀電池を使用しており、2010年現在、標準的になっている 1.55V の酸化銀電池では正しく動作しないため、維持するには本体を改造するか、アキュセル位置に代表される高圧アダプタを併用する必要がある。2010年に、 音差式ムーブメント発表50周年記念として、当時のムーブメントを完全に復刻したスケルトンタイプのスペースビューが1000個限定品として発売された。原理としては 32,768Hz の水晶振動子の制御により、音差時計を動かす方式で、メーカーとしての目標精度は年差3分であった。1970年からは腕と経過された。 酸化銀電池を使うため電池の入手は比較的容易である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。